人生の扉、オープンザストーリー。皆様こんばんは。人生の扉、オープンザストーリーの時間です。パーソナリティは私、米津田ゆりがお届けします。この番組はリスナーの皆様の日常一歩踏み出せた成功体験、そして人生を大きく変えた決断ストーリーなどをご紹介していきます。お楽しみにしてください。今週は私の話になるんですけども、大体マシなんですけれども、皆さんね、よく耳にされるかと思うんですが、人生の引き寄せの法則っていうのが一つ目。で、後半の部分は私を救ってくれた音楽。皆様もいろいろあると思うんですけれども、その音楽についてお届けしたいと思います。この間の物語が皆様の人生に花咲くエッセンスの一つになることを願い、お届けしていきます。またこの番組ではリスナーの皆様の成功体験、決断ストーリーなども随時募集しております。メールアドレスは 761@fmkoza.jp、または番組ツイッターで、人生の扉 FM 講座と検索していただくと、番組のツイッターでできますので、そちらまでメッセージお寄せください。リクエスト曲もお待ちしております。そして当番組は番組終了後、 FM 講座の YouTube ライブで映像と音声でも見ることができますので、沖縄地区以外の方もぜひそちらを見てお楽しみください。さらに FM 講座のホームページからも可能です。それでは今週の1曲目をお届けします。もうね、今年の夏は私の息子のお友達ともう公園で何度も花火をしました。もう大変でしたけどね。そんな、しかしね、子供たちの笑顔に囲まれた夏の思い出がたくさんできたので、皆様もどんな夏の思い出がありますか？今年の夏を振り返りながら、ぜひこの曲をお聴きください。このコーナーはちょっと勇気を出して日常に得られた成功体験や、一歩踏み出してハッピーになれた気持ちなどなどのエピソードをご紹介します。今週、先ほどちょっとご紹介した通り、引き寄せの法則とかよく耳にすることあると思うんですけれども、ちょっとそれについてお話しできたらなと思います。私がちょうど8月からね、この番組の方をさせていただくことになりまして、約1ヶ月あっという間ですね。1ヶ月でこれで6本目かな。スタッフの方がね、とてもこう温かく迎え入れてくださって、素人の私なんですけれども、全部受け入れてくださったので、なんとか今頑張ってやってます。いつも聞いてくださってリスナーの方に本当感謝します。ありがとうございます。で、私がなぜこの番組に至ったかっていうところをちょっとお伝えしたいなと思っているところが、まさしく人生の引き寄せの法則なんですけれども、私実はちっちゃい頃からアナウンサーになるのが夢だったんですが、ただ滑舌とか元々の声のコンプレックスがすごくあって、それでもなんかこう喋る前にね、テレビとかラジオ出て喋る人になりたいとか思って、大学時代は民放の近くのところのアナウンサースクールに通ったり、ちょっとアルバイトしたりとかしたんですけれども、それで大学卒業後も全国のテレビ局に行ったりとかしたんですが、いいとこ行くとこもあれば、もう書類選考で落とされるところもあればと、結局夢を諦めて、早々と夢を諦めて、それから20年過ぎた今、こうやって一つの番組を持たせていただいたので、もう全然もう本当にもう一生無理だと思ってたことで、でもなぜふっとこうなったかというと、私ちょっとここ今45歳で、この5年結構大変な壮絶な日々を送っていて、シングルマザーになったり乳がんになったりとかで、でそれを超えて今後の人生どうしようかなと思って考えてた時に、自分の今まで得た人生辛かったこと全部糧に変えて、でそれで何か事業を始めようと思って、で、乳がん経験をもとに乳がんフォトサービスを始めますって宣言をして、で今年から始めるって周りの友達とか知人に言っていたところ、なんか人との声が一個ずつつながっていって、で共感してくれた人とか応援したいと思う方々に少しずつこうつながっていって、でそこで出会ったのがこの FM 講座で
とっても人気のサキムとモーリーのそれが聞きたいって、すごい元気いっぱいの番組あると思うんですけれども、そちらの方にゲスト出演させていただくっていうご縁までつながりまして、ね、お二人とも本当優しくて温かい。で、私も二人にね、囲まれてゲスト出演させていただいてありがとうって言って終わったんですけど、その後後日、もしよかったらね、こういうきっかけあるけどどう？っていうふうに声かけていただいて、で、今に至るっていうふうに感じになってます。で、その、人のね、このつながりの法則ってとこなんですが、よくね、本当に引き寄せって言うけど、よく言う、まあ、綺麗事じゃないのとか、実感ない方とかも、まだまだたくさんいらっしゃるとは思うんですけれども、なんか私も経験者として、よくテレビとかでも、なんだろう、この前も、スノーマンの石？え、なんとかレンク、ごめんなさい。最近俳優で人気だったところが、名前が出てこない、もう。おばちゃんみたいな。彼が、ずっとね、デビューできなくて、もう本当にもうダメかと思ってた時に、自分でやりたいこととかなりたいこと、夢ノートみたいなのすっごい書いたらしいんですね。それをもう出す、声に出す、紙に書くみたいなやって、一個ずつ消していったら、結局デビューと、そして今につながったっていうのを前お話を聞いていて、ああ、そうかと。やっぱり発信しなければ全ては始まらないと思って、恥ずかしがらずに自分の決めたこと、周りもしね、いろんな意見があっても、自分がやりたいと思ったことを素直に、周りに発信すると、本当に少しずつ少しずつ、こういう方いるよ、こういう友達いるよ、こういう方会ってみたらって言って、つながって、決して慌てずに。で、出会った人を一人ずつ大切に感謝の気持ちでありがとうってことで、で、その時すぐ何か夢を叶えると直接にはならなくとも、その一人一人大切に大切に紡いでいくと、だん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 大きな力とパワーになって、夢への一歩がまた近づいてくる。っていうことを本当この半年ぐらいでものすごく感じて、これがまさしく人生の引き寄せの法則かと思ったので、もう皆様リスナーの方でもうすでに知ってるよって、私もそういうふうに引き寄せの法則従ってもう言いたいこと言ってるよって方もいらっしゃると思いますし、いや、ちょっとね、どうしたら叶えたい夢がある、今いろいろ悩みがあるって方は、まず言葉にして発信して、何も恥ずかしがらず、恐れず、自分のことを堂々とちょっと口に出してみることをちょっとお勧めしたいと思います。ぜひね、同じような引き寄せの法則で、こんなことあったとかいう方いらっしゃったら、メッセージください。ぜひ番組でご紹介させていただいて、皆さんの思い共有できたらとっても嬉しく思います。今日は、まさに夢を叶えるための私が経験した人生の引き寄せの法則、こちらの方お届けしました。それでは、一旦 CM です。人生の扉、オープンザストーリー、僕、私の決断物語。次のコーナーは、人生を変えた様々な決断ストーリーをご紹介していきますの予定だったんですけれども、ね、いつもそうだったんですが、ちょっと今週ちょっとだけ方向性変えてお話ししたいなと思います。ちょっとね、今週ではここ10日間ぐらい私めちゃめちゃなんか気持ちがズドーンしてまして、よくわかんないね。そういう時ありません？ なんかね、さっきの前半では、なんか人生の引き寄せの法則で夢が叶ったって皆さん言葉に出してとかいうお話、まあ、してたんですけども、不思議なことになんか夢が叶ったりとか楽しかったこととか、新たなステップアップいくと、また新たな悩みってやはりね、どうしても生まれてくる。で、多分私もなんか幸せボケしたのかな、贅沢なのかなとか、夜になるとね、なんかすごい自問自答とか、夜のかものを考えちゃダメですね。本当に。本当に夜人生のこと考えてると、まあ、ナーバスになる。もう、本当にどうしようもなくて。そういう時はね、友達とかみんなね、リラックスした方がいい、無になった方がいい、深呼吸した方がいいとか言うんですけど、分かったと思えば、もうほど目がギラギラして眠れないみたいな。
なんかね、今は本当に一つ一ついいご縁があって、夢も一歩ずつ近づいて掴んできてるのに、10日間もう本当苦しくて眠れなくて、ちょっと病院行ったりとかして、まあ、正直言うと漢方とかこう安定剤みたいにもらったりして、いやーもうね、辛かったですけど、今日もなんかここ最近全然寝てないので、もうボロボロなんですけれども、でもそういう時、さっきは自分の夢とかを口に出すと引き寄せるよっていうさ、全身的な話。今度は逆に、私も辛くてしょうがなくて、一昨日ぐらいに自分の個人の SNS で、ね、SNS でネガティブなことを流すのってちょっと相手にこう連鎖しちゃうか良くないかなと思って、ちょっと言葉選びながらも、いや、実は私ちょっと最近寝れてないとか、でもこれが私に神様が与えた試練なのかな、頑張りますみたいに 明るめにしてみたんですけど、周りはもう全然さ、分かりますよね、私の温度感 たくさんなんか友達がコメントくれて、大丈夫って言って そしてなんかこう感情に振り回されてたんですけども、まあ、いろんなアドバイスもらって、でまあね、それ一つ一つありがとうって受け入れながらも、でもやっぱり気持ちってどうしてもね、頭で分かってても、やり方方法を聞いても、コントロールできない、なかなかね、人ってそんなに簡単に。まあ、感謝の思いでいるんですけれども、ただ、なんか音楽の力って私すごいあるなと思っていて、なんか私、ずっと昔から、エグザイルさんが大好きで、でその中でエグザイルの、もっと強くっていう歌があるんですけれども、もうこれ、いつだろう ?20 年ぐらい前かしら?そんなには経ってないかな?カラーの曲なんで大ヒットした曲で、この曲聴くとなんかもう涙がボロボロ出てきて で、理屈でも何でもなくもこのメロディーと歌詞で、なんか全部がこう、洗いざデトックスされる、そんな曲があったので、ちょっとその曲の歌詞の一部をちょっと引用させていただいて、今、私みたいに、なんか最近調子悪いとか もうなんかもう人生嫌とか思ってしまってる方、もしよかったらちょっとこのいくつか一部分ちょっと歌詞読み上げてみたいので聞いてみてください。一つ目が、大切なものを手にしてしまう、失う怖さも、あ、ちょっと待ってくださいね、これ違う もう一回読みますね。大切なものを手にして失う怖さも手にしたけど、絶望の中に一人で迷ってしても必ず信じていて、この場所でいつでもあなたを待っているよ。あと2つ、私が好きなところ。あの日見ていた遠い夢は形を変えて叶っているのかも。運命受け入れよ。ただ前を見て歩いていこう。一緒だから。で、最後に、いつの日か僕らはもっと強くなれる。で、これね、この後お届けするので、ぜひメロディーと一緒に聴いていただくと、ちょっと今文章だけちょっとピンとこなかった方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、なんかね、いろんな、ね、人生ね、成功を手に入れても不安になることもあるし、で、それでもどうしようもないとき、ね、とにかく一歩ずつ前を見ておけば、必ずその先には未来があるよって、必ず強くなれる日がやってくるからねっていうのを優しく語りかけてくれる音楽なので、私もちょっとこの動画がつらかったんですけど、昨晩とか久しぶりに聞いたらもうずーっとやっと楽になって、久しぶりに ちょっと寝れました。ね、皆さんもね、この人生の中でこう自分を救ってくれる、いろんなシーンでこういうシーンの時はこういう曲では実は救われてるんだとか、そういう曲あったらぜひぜひ教えてください。いつも番組ツイッターか番組のメールアドレスまで、なんかね、皆さんのそういういろんな曲とかエピソードをここで共有してお届けできたら、特にね、この金曜日の週末夜とかね、一週間の疲れがすごく溜まってきてる時と思うので、皆さんそれをね、一緒に共有すると、なんかこう、一人じゃないんだな、みんなもいろんな思いしてんだな、それでそういう曲聴いて、あ、この曲いいなって、それで またデトックスされてると嬉しいなと思い、ちょっとこの番組としては一番嬉しい出来事になるので、エピソードお待ちしてます。それでは、
お届けします。ぜひ歌詞に注目しながらしっとり聞いてみてください。エグザイルでもっと強く。今週の誕生歌、本日9月8日の誕生歌はダリア。花言葉は気品、強さ、尊敬など、ね、様々な品種があるダリアなので色や形、存在感ね、いろいろあるんですけれども、私はねフラワーコーディネーターとしてもあの仕事をしているんですが、撮影などもちょっとお花を扱う撮影とかもよくあって、その方に合うお花をあのご用意するっていうシーンがあるんですけれども、まあ、お花をねお届けするときもそうなんですが、あの何名かの女性に、あこの方はダリアがいいなと思ってご用意したときがありました。でその女性の方々の特徴は、やはりなんか芯の強さから溢れ出すすごい気品とか強さを感じる女性の方々が多くて、でこのお花はまさしくそういう方にね、ちょっとお似合いの花、ちょっとあの皆様のお友達、大切な方とかでそのような女性の方いらっしゃったらきっとぴったり合うかなと思うので、あのぜひお届けしてみてあげてください。それでは今週のお誕生日の方、おめでとうございます。この1年素敵な毎日をお過ごしください。今週ご紹介したこの花ダリアは番組ツイッターにも、後日アップしますので、写真でもお楽しみください。今後もですね、すいません毎週素敵なお花と花言葉をご紹介していきますので、お楽しみにしてください。さてエンディングの時間となりました。人生の扉オープンザストーリー、今週もいかがだったでしょうか今後もねリスナーの皆様のエピソードで、これからねゲストの方、あのいろいろあの出たい出たいってあのおっしゃる方とか、あのぜひ出てって方、今何名か決まってきてますので、あの今後ぜひお楽しみにしてください。ぜひ皆様の日常一歩踏み出した成功体験、人生変えた決断ストーリーで、ね、今日ご紹介したように自分を変えてくれたあの音楽とかリクエスト曲もお待ちしてます。番組で随時取り上げさせていただきますので、お楽しみにしてください。一緒に番組を盛り上げていきましょう。それでは皆様、ハッピーな週末をお過ごしください。また来週お会いしましょう。それではお相手は米澤ゆりでした。この番組は花ある人生をお届けする株式会社リアンベールの提供でお届けしました。それではおやすみなさい。また来週。